ほ、よーし、やっといった。あ、セーブで、すでにオレンジになってんだな。まずあれ打って、じゃあ赤飛ばさないといけないと。合う、分かったかもしんないな。とりあえずまず飛ばして、でこれを青にしておこうかな。でほい、これ出んのが結構難しいんだよな。ほっ、オッケーオッケー。でこいつを取る。んで、こう、これでいけるようにならんかね。よし、やっといった。でここ、はい、やった。今回は思ってたよりサクッと。んでどうしようかな、これ。え、もうそれはいいんだけど、どういう動きをすんのかが、え、やっぱそうなんのか。あ、うん、オッケー、多分行き方は合ってると思う。ほ、問題はこのタイミングだな。ほい、ここまではいい。一緒に落ちていけるか、これで。あ、いけるな。で、うふ、うん、ちょっとびっくりした。これで開いた時に行けばオッケー。ここまでは行って大丈夫か。ってことは、やつが出た時に急いで行って、一回こうだな。よし、また、まただな。早いって、早いって。うわほい、ここまでは難なく来れるから、これがおし。え、あ、上でやんなきゃダメだったんじゃん、これ。くすー、ほい、オッケー。でこれは上だな、上にしないとダメだ。でこう、ここはそんなに恐れることはない。よーし、やっといった。んで水色の針は水扱い。なるほど、最後ここか。じゃあ一回は、あ、やっちゃった、そっちになっちゃったなるほど、こういう感じかな。じゃあでこう、こう、え、よし、やっといった。んで、はい、赤が、あれだな、多分これでここですね。こいつを吹っ飛ばすと。なるほど、行ってみよう。ほい、で一回は通れるから、ほい、でこういうことか。なるほど、ここはそんな難しくないな。オッケー。で、あの赤いので、もう飛ばせなくない？はにゃはにゃ。これ取ったところでさ、もう飛ばせないんですよね。順番間違えたってことじゃ。そげーな。くすーん。で、まずこの赤いの取って、こいつじゃないかな。で降りて、まだこの段階では打たない。で最後、あの赤い丸を打つために一回だけ大丈夫な黄色い針は残しておく。こう、これで赤いのを、死にたくないな。あぶねえ、あぶねえ。
死にたくないほい。で、もう一個取りに行く。怖え。この、あ、危ねえ、あ、危ねえ、危ない、死にたくない、危ない、よし、は、よっしゃ、通りは越えた。これこっからで、よーし、行った行った。で、おそらく、こんで初めて、撃つ。そうすると、綺麗に上が、ここが片付くから、オレンジを取りに行けると。で、最後これ、オレンジになるんだな。で、ほい。ほい。ほい。オッケー。ここまでは来れる。飛ばない、飛ばないよね。大丈夫。飛ばない？大丈夫ね。よーっしゃ。ああ。いけっかな、これ。死ぬかも。ああ。ちくしょう。よっしゃ。戻ってきた。ここ。にゅー。よし、今度こそ。どのタイミングで行こう。こんな感じだな。あ、う。おっしゃ、行った。むず。で、緑色の針は赤色の針をストップさせます。はにゃはにゃ。上に行こうにも、まず下からか。ん？要は、これ撃つと、上のやつが全部落ちるから、ここ以外、緑が受け止めちゃうから、足場がなくなるよってことですよね。ってことは、とどのつまり、撃ったら速攻戻んないとダメなんじゃない？だな、だな。よし！で？あ、そういうことか！こいつを撃っておかないと、この赤いのがすり抜けて、ここで止まっちゃうと。はぁ。でもさっきのとこよりは楽だな。多分これで、上だ。こいつっすね。あ、う、死んだ！オッケー。こいつを赤くするところまでは、戻ってきた。で、いつもの、一段。で、オッケーかな。で、これで撃つと、あそこが開くのか。あ、う、死んだ。うん、あ、ダメだ。こいつの進路上に緑がいるってことは、ここで止まるな、これ。あ、急いで行かないとダメか。どうしよう、どの辺から、この辺から撃って、いけるな。よし、急いで急いで。あ、あ、う、やべえ！間に合わねえ！で、撃ってすぐに上に行く。ほい。こっから、スピード勝負。で、こう、あう！はっ！はっ！よーし！こっからちょっと安全に戻ろう。これを、多分、ここに撃てば、いいんだよね。死にたくない。死にたくない。あともう一回。あーしゃ、取ったぞ。死にたくない。もう。結構死んだ、ここで。はっ。頼む。生かしてくれ。頼む。お願いします。よっしゃ！やっと行った！またなんか凄そうだな、ここ。こっちもなんかあんのかな？あるな。え？どうしよう。まず、
これ取れないな。あの上の金のいやつかな。これを取ってここを通るしかないか。でもう一回通れるようにしておく方がいいかな。あぶね。え、どうしようかな。まずあいつをここやったところでダメだよな。落ちながら、ここ落ちながらこいつ変えてジャンプ入れてここに行けるかな。え、あ、行ける。でっていう、こうしてあの上に行くにはまたこいつが邪魔だから、どうすりゃいい。とりあえず取るでしょ。取ってもう一回今の道のりを行くか。で、あう、よいしょ、 OK で取っていくけど、ちょっと待ってよ。ほい、ここのこいつも水色にしないと多分届かないと思うんだよな。あーでも最後がこれだから、この針に青にしてブロックにする感じか。となるとここから降りやった時にこれが取れるようになる。最後がこれか多分。オッケー、分かった。あとはボンミスしないかどうかだな。もう一回もう一周しよう。よし、死ぬなよ。あう、よし、ここは撃たないで普通に入るだけ。オッケー、でこれで上に行けるね。で今赤いのはまだ撃たない。ここだな問題。あう、でこれで上に行ける。ここ怖いんだよな。どう行こう。こう、オッケー、でこいつを変えるべきかな。え、あ、いけるな。で撃つ撃つ。あー、そうなんのか。これもう一回行くの、あぶねー、怖え。で取って、これで、あれ、いけるな。次、何をオレンジにするべき？オレンジ、あ、ん？これをオレンジにすればいいのかな？もう黄色がないから。行ってみよう、行ってみようか、どうで。え？ここ越えてくの？いける？ここまではなんとかなるから、これを持ち帰んのかな。これ持ち帰んの怖いんだよな、ここ。おっしゃ、いった。で、あの水色の左下のやつを取りに行く。これでいけるはず。セーブしても意味ないよ、セーブこう、あぶね。これで水色になったってことは、さっきのあっち行っていいよね。これで、でもあそこも水色なんだよな。どうしよう。え、どうやってやるべき、これ。こう、あう、これ戻んの怖いな。これ戻んの怖いから先にこっち行きましょう。え、
こう。よしよしよし、取れた。で、戻るタイミングだな。ここ。おーし。死にたくないな。本当にプレッシャーがすごい。危ねえ。ここ。あう！よいしょ。まあ、基本ね、謎が解けてしまえば、あとは作業ですから、いかに失敗しないでいけるかどうか。それだけ。よいしょ。ほんで、2周目に突入と、ほい。まあ、ここでは死なないな。問題は、この後、あぶね、あぶね。ほっ、オッケー。ここまでは来れる。1個目。問題はこれなんだよな。これ持ち帰るのが一番。よし、行った。で、次の難関がまたもう一回これを往復するという、地味に怖いんだここ。よし、オッケー。で、ほい、下がりきるあたりで行く。おーし、2個目。これをまた、あー、危ね。これをまた持ち帰る。すげえむずい。ここ。よし。で、問題はここ。怖い。あぶね。よーし。やっとここまで戻ってきた。で、また向こうまで行って。ほい。こいつをお見舞いすると。で、水色が取れるってことは、最後あそこを水にすればいいんだと思うんですよね。死にたくない。あぶねえ、あぶねえ。これでどうかね。これでミスんなければいける。あぶねえ、あぶね、怖え。これでどうだ。飛んでくんなよ、ハリ。本当にお願いします。やった、コングラチュレーション、おつ。いや、でも思ってたより謎解きは難しくなかった。ただ純粋になんかその同じところ行ったり来たりするんで、慣れてきて死にまくるっていうのが結構あったかもしれないですね。おっしゃ、じゃあいつもの画面戻りますか。結構ね、8、9、10で死んだかなっていう感じですね。もう最後の最後で死ぬともう言葉が出ない。いや、でもなかなかね、こういう謎解きオンリーの合間なってないので非常に面白かったですね。なんで、もしまた他にも、この間の面白いよとかおすすめ、あとリクエストですね、いただければ、そちらも随時プレイさせていただきたいと思いますので、はい、どんどんね、コメントの方にいただければと思います。それでは、じゃあ最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。まだまだね、他のシリーズやっていきますので、そちらの方もお付き合いいただけますと幸いです。高評価ボタン、チャンネル登録ですね、よろしければしていただけるとも泣いて喜びます。はい、では、また別のシリーズでお会いしましょう。はい、バイバーイ。